はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第13回闘技場7日目、第13回闘技場も今日で最終日となってしまいます。昨日までですね、戦績17勝1敗ということで、6637位、現在の私の順位いいですよ、上がってますよ。もうちょっと上げたいですね。さあ最後頑張りましょう。さあどこがいいかな。まあ、前に出てきてくれるパーティーがいいんで、こういうとこもね、あんまりやったことないんで、こういうとこやってみたいんですけどね。いや、エスタークは罠だと思ってますんで。うん、こういうね、ベスキングなんかもね、戦ったことはなさそうなんで、いいんですけど、どこがいいか、ここ行きましょうかね。互角ぐらい。はい、私のパーティーこんな感じです。はい、対戦よろしくお願いします。真ん中に主要メンバー重なって、いるね、固まってますね。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。はい、リーゼットは受けたくないんだよな。7番目で受けて、7番目で受けますか。こうこうですね。123123、うん、この場所でいれば受けられるんで、トマホーガから受けるって感じだね。7で、こっちか、こっちはこれ可能性ありますね。ここいける可能性ね。だけどこの子が来たらめんどくさい。当たらない範囲、ここかな。最初あっちを処理したい。あ、ちょっと待ってよ、ここ行って、こっちは、あ、でも打てないのか。で、5番で6番か。5番で6番。7番。7番で1番、3番来て、4番。こっちはどこまで来るの？ここまで来る。これをじゃあこっちに下げてこうかな。受けたくないね。で、よし、5番で6番行く。1234いける。いけるけども大丈夫ですね。はい、じゃあこれでいきましょう。はい、戦いの歌。待機。はい、そうか、ここがあったか。出なきゃダメだよね。ダメですね。待機。はい、ここも待機。出てくる。戦いの歌を重ねていきます。出てくる。行く。
うわーっとこんだけ仕事さねえか。よし、しょうがない。これはどうしましょう。リーズレットは、トマホーガーか。トマホーガーついてきちゃうんだね。トマホーガーは落とせないから前まで出る。ストーリング落ちないもんね。はい、でこれで落としておく。でこっち爆連好きで落とせる。全体入れ、全体入れよ。よし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 。でこっちで先がうちのターンなんで、ここで重ねがけ、ここで落とす。よし、いいですよ。3ターン目で全員生存。124ポイントランク2じゃない、マスター2ですね。マスター2、マスター1ギリギリいけるかどうかかな。これはい、大事な2戦目。いやここな、もう身代わりのとこつらいんだよな。でも試してみたいは試してみたいですよね。うん、じゃあここ、ここなんでしょうね。これなんかな、ジュリアンテが結構最初バフがけ走っちゃうから出てきてくんないんですよね。下手すりゃ一人落とされちゃう可能性があるんですよね。いやストーンマンな、ストーンマン辛いよな。ここもいけるようでいけないんだよな。でここは魔法が入らない。魔法が入らない。ここ行きましょうか。ここ意外といけるかもしれない。結構みんな好戦的なメンバーなんで前に出てきてくれるでしょう。戦闘力も結構拮抗してるんでいい試合になるかもしれませんね。はい、対戦よろしくお願いします。さあここ勝ちたいよ。ここか勝ちたい。勝ってちょっとねマスター1に近づけたい。さあどこで受けるか、どこで受けるか。バギクロ桜いたくないな。でここですね、死神、死神貴族で受けたい。そうですね、3、4、5、3で、あんま出てきて、いや、どこで行く？どこで行く？ 1,2,3 で行かなきゃまずいんだよな。1,2,3。あー、なんかいい感じで受けらんないっすね。
じゃあしょうがないから竜王と死神貴族は受けるか。これしょうがないな、受けますかね。1、こっちのバギーの方が乗ってる。あーダメか。どうしようどうしようどうしよう。4番、こっちはどこまで来る。ここまで来ちゃう。ここまで来る。2番で受ける。3番出てくる。4番出る。5番出る。5番出る。いやこれはつらいな。いやこの範囲はちょっとつらいな。これか。あーこうなっちゃうか。死神貴族は受けないとまずいねこれね。4番がここまで来る。ここまで来る。1234、1234、1234、炎ね。炎範囲に入りたくないな。こう来る。後ろから爆連突き入れる。いけそう。いやこれはね結構わかんないですね、どうなるか。これどっちかっていうと、ちょっと待っていっていいか。はい、じゃあ行きましょう。これで行きましょう。ワイトキングのがちょっとな気がかりなんですね。さあここどうしようか。ここでデボラ耐えられんのか。炎は一応メラジャック、あの耐性はついてるんで戦いを入れたいんですよね。もう早い、もう上目指すにはこれしかない。待機頼む。耐えてくれバギマ。はい、そっち来る。はい、そっち来るか。あーそっち来るか。じゃあ覚えるどんぐんだよね、激減だよね。こっち行っときますか。来る来る。ボコン。シルバーデビル、どこまで範囲がある。そこまでね、そこまでね、そこまでか。バギー、うん、いいでしょう。まあこっち側行きましょう。はい、で、まどろみ入れましょう。
寝てくれ。寝ない。はい、これ食らう。耐えていく。あ、お助けセラフィーなしか。爆連好き。おっと、爆連好きダメだ。火炎分回し、火炎分回しでいきますか。いや、シルバーデビルが落ちんのかどうかがちょっと心配ですね、これね。ここでやって落とす。何か落ちるのはあれしかないんだよな。あれしかなくて、爆連好き、火炎分増し、シルバーデビル落ちるのかなこれ。でもこれしか選択肢が、もうかける、攻めるしかないね、攻めるしかね。じゃあここで出て、どうしようかな。まじないですかね。でデボラが出て、落とせないか、シルバーデビル落とせない、しょうがない、やっぱ落とせないか。うん、痛い。これはナイス。でこれはシルバーデビル行きたいな。落とせないか、落とせないか。メラミ、火炎分増し。あ、ミスって、もうちょっと、いや、向こうが先か、向こうが先ですね。ちょっと待って、逃げましょう。当たらない範囲ここです。で何かできないか。うん、危ない危ない、落とされるわけにいかない。いや、ミスってもうターンがこれで、あ、うん、3、うん、116ポイント。あ、来た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 。上がった、よかったよかった。マスター1。はい、最終戦3戦目。スタークが多すぎ。ここね。チョメね。チョメ行きたいね。チョメ行きたいね。あ、ここでもいいね。あ、チョメ行きたい。チョメ行きたいけど、こっちかな。はい。最終戦になりますね。マスター1まで上がったので、どこまでね、あとはポイントを重ねられるかになりますね。あとはね、はい、対戦よろしくお願いします。アームライオンか、ゴッドライダーが右側にいるんでね、これを巻き込んでいきたいとこなんですけどね。ゴッドライダーは多分耐えらんないよね。なんで2ターン目でこっち側に来てもらう戦法。はいはい。3番目ゾーマ、ゾーマか、ゾーマ、これゴッドライダーだったんだよね。
ゾーマ、あーはい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 、いやまたこれゾーマと竜王の火を浴びる、あダメかダメか、で1 3 1 4、あそうかそうか、それでいいか、竜王の炎を受けて次のターン出てくるゾーマか、あーいいじゃないですかいいじゃないですか、でよしと、でこの子がどこまで来るかによるんすけど、であとはこっちゴッドライダーの方ちょっとね誰か向かわせたいな、ですね、ゴッドライダーね、ゴッドライダー向かわせたい、8 9、じゃあダメかダメか、出てきて8が出てきて、行ったところでな、8が出てきて、あーダメですねダメですね、ダメだ、うまくいかない、ここですね、ここで、あここ受けちゃうか、下がっておく、氷も効くんですよね、氷も効くんだよね、爆連爆連、こうか、あ違うね、こうだねやっぱこうだね、はいじゃあ行きましょう、竜王の炎を浴びる感じですね、1ターン目でね、はいここ完全に戦いの歌、火力もりもりでいきましょう、待機、さあ来い、いいよ、待機、打ちたいけどね、はいそっち側に来る、戦いの歌重ねがけ、はいゴッドライダー行きたいな、これあ落とせない、意外とリオ落とせないのか、あ違う違うゾーマ、こうなると、あここ行きましょうか、ここ行ってはい、ここを出て、はい、でこれは下がって、いや当たんないとこからがいいな、いやダメか、ダメだよね、どっちがいいですかね、メラミですかね、メラミで当たんない場所、かぶんない場所、ここで行きましょうか、で爆連好き、ここから行きましょう、はい、うん危ない危ないよかった、耐えてくれ耐えてくれ、ああ耐えてくれた、耐えてほしかったよ、戦い、戦い、
ローリング。やっぱ強えなトットライダー。30の4回120。116。3ターンで1人やられちゃいましたね。はい、というわけで、第13回闘技場1週間終わりました。今日の初めの段階で6637位だったんですけれども、今日3連勝してポイントを重ねて、どういうランキングに反映明日になってるかね、楽しみですね。本日の動画は、あ、ちょっと待って待って、こうか。あとは20勝1敗ですね。1週間通じて20勝1敗ということで、本大会を終わりたいと思います。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。